はい、どうもメンヘラおじさんです。夜中でございます。今日一日なんかずっとダラダラやってたかなというところで、もう久しぶりにダラダラしてるなと思ってます。だいたい休みになると卓球の勉強して、ガチャガチャしながらですね、一日過ごすということが多かったんですけども、久しぶりに休めたかなという感じでございます。で、2NN 見てたらですね、なんで結婚しないの、男性の4人に1人は生涯未婚なのにというところで、亡くならない独身ハラスメントということで、特に男性に向けてフォーカスした記事になってるのが、日経ウーマンの記事なんですけど、それのスレッドが結構伸びてますねというところで、中身とかはなんか有料記事になっててですね、読めてないんですけども、太ってるとかハゲとか、そういうおじさんいじりとかは結構あるけども、このやっぱり独身であることに対して、やっぱりこう人間性を疑われるみたいな、いうようなハラスメントっていうのがあるというところで、その要因がいくつか あってですね、いろいろつらつら書かれてるんですけども、そうですね、やっぱり結婚して一人前っていうのはあるんかもしれないですけども、それは4人に1人っていうのがですね、もう多分あと10年ほどしたら多分3人に1人ぐらいになるんですよね、生涯未婚率が、っていうぐらいなんで、個人的にはそこまで、独身であることに対して引け目を感じる必要はないのかなというところでございます。日本人社会としてはすごい問題なんですよね。3人に1人が生涯未婚率の中に入っているところで、50歳で3人に1人結婚してないっていうのは、結構やばいというところですね。で、女性も多分ね、4人に1人ぐらい結婚してないというふうになるんですよと。で、どっちがやばいかと言われたら、実は女性の4人に1人が生涯未婚率、の方、言うたら25% っていうのがまずいと個人的には思ってるんですね。男性のね、3人に1人生涯未婚になってもですね、それは自分が食うだけの分の仕事をして、やりゃいいというふうに思ってるので、年収300から400は、ある人が多いので、確かね、平均年収415万ぐらいなんですけども、男性500万、女性280かなんか300ぐらいで、その金額だったと思うので、男性は、言うとまだ、平均、平均って言ったらあれですけど、中央値でも350か400ぐらいだと思うんですけども、それぐらい稼いでればですね、最悪老後一人で食っていけるんですよ。食っていけるのかな？でも、実家にいて、ちゃんと、年金を納めていればですね、食っていけるんですけども、女性の方が、特に平均ぐらい稼いでる方がいいんですけども、その中央値とかになってきたら250万ぐらいになってきたりするはずなんで、その方々が、そのうちの4分の1ぐらいのですね、生涯未婚の女の人が、その状態で老後に突入すると蓄えがない状態で、生活保護を受けないといけないような状態になったりもするというのが言われているので、僕はそっちの方が問題だと思ってるんですね。で、男性の方はもう正直なところ、そういう、独身であることに対する引け目さえなくなれば、案外楽しくやれるんじゃないのかなと思ったりはしてます。で、僕の友達みたいに何にも興味ない友達がいるんですよ。本当にもう仕事だけして、あとは寝てるだけみたいな。何の興味もないわっていうのは、田舎にもいるんですけども、そうなってくると、それはそれでちょっと問題なんですけども、自分、メンヘラおじさん的にはですね、こうやって YouTube で発信して、で、オフ会したりとかですね、いろいろ反応をもらったりして、楽しくやってる分には、誰にも迷惑かけてないし、迷惑はかけるかもしれないですけどもね、将来的に、介護とかの問題になったら。だけど、社会的に迷惑をかけてないっていうような状態であれば、別に、いいと思ってるんですよ。で、特に、精神障害者になったっていうところもあるし、投薬で10年以上投薬しててですね、こんな状態で、結婚相手を探すっていうのも、土台、ハードル高かったですし、100人以上もお見合いして結局振られたり、してたんで、もちろんその中ではやっぱり、ほぼ全員に僕、病気のことはカミングアウトしてたので、全てが全て、自分の
言うたパーソナリティの部分で振られたわけではないと思ってるんですけども、ただ、100人以上とお見合いやってはあかんかったんで、僕の場合はもうなんか、なんですかね、たくさん、まあ、打席に立ってあかんかったっていうところで、うん、個人的にはもう仕方ないなと思ってるところがありますと。で、まあ、昨日のライブ配信でもね、まあ、お見合いに関して、まあ、ちょっと悲観的になっている方もいらっしゃいましたけども、そういう意味では、そういう、なんていうんですかね、呪いというんですか、もう、だから、やってもやってもちょっと難しいなと思ったら、一回、やめてみるっていうのも一つかなとは思ったりしてるんですよ。だから、自分の、まあ言うたら、パートナーがいるってことはコミュニティが増えたりとか、パートナーとの時間を大切にするっていうことはすごい大切なことなんですけども、この言うたらまあ、障害未婚率の問題とか考えたら、そこまでして、相手さんを探してやるっていうことを強制的に考えなくても、いい世の中になってきたんじゃないかなと。むしろ、いろんな、こう、つながりであるとか、コミュニティがたくさんある中で、自分が会うところに、ふっと、こう、入ってみて、あるいは、まあ、言った体験入部でもいいんですけど、なんかこう、いろいろちょっと属してみてですね、まあ、なんか、楽しむっていうことに、注力してもいい時代なのかな、というふうに思ってます。特に日本において。はい。っていうところですね。まあ、特に男性であれば、誰にも迷惑かけてるわけじゃないし、ちゃんと仕事してるでしょ。言うんであれば、もう全然それでいいんじゃないかなと思うところでございます。別に、女性に対して、魅力的な女性は確かにいるけども、そういう人って結婚してたりとか、あるいは、相手に求めるものが大きかったりするので、なかなか難しいなというところもあるし、かといって全然タイプじゃない人にですね、アプローチして、結婚するのが果たしていいことなのかって言われたら、ちょっとよくわからないんで、で、そういう人に限ってなんかこう、全然受け身だったりもするっていうことはあるんで、そこに期待してですね、なんかするよりも、自分の好きなことをやってる方が、精神衛生上はいいのかな、というふうに思ったりするところでございます。はい。まあ、どうなんでしょうね。まあ、国が、結婚を後押しするっていうことを考えたりしてるみたいなんですよね。もう言うたら、晩婚化なので、そこをなんとかしましょうっていうところなんですけど、その前に出会いをなんとかしましょうみたいなところまで、国会で話されたりしてるっていうのは、聞いてるんで、ちょっと僕らはその波に乗り遅れてるなというところではありますと。また氷河期世代が置き去りかなとは思ってるんですけども。まあ、それでもですね、個人的にはなんか自分のそのチャンネルであるとか動画見てる人は、そこまでその結婚に対して囚われて、なんですかね、ストレスを抱えるっていうよりも、日々の生活を大事にして、で、人に優しく接してい、けばですね、まあ、結婚しなくても、なんとか、なるんじゃない、なんとかなるというか、まあ別にいいんじゃないかなというふうに思って、動画撮ってる次第でございます。まあ難しい話ですけどもね、どうしてもやっぱり結婚してない身からしたら、やっぱり結婚すると、いろいろこう、なんていうんですかね、世間体もそうですけれども、楽しいんじゃないかとかっていうところはあったりするんですけど、まあ、結婚している人たちからしたら、いや別にそんなに楽しくないよっていうようなところもあったり、っていうところで、まあ、とにかく結婚の2文字の心配をしなくて済むっていうのが、まあ、なんか、結婚の意義だみたいなことを、本間デッカの植木先生とか言ってはったんですけど、まあ、それはなんとなくわかるなというところですよね。まあ話は尽きないですけどもね、というようなところで、まあ婚活についてですね、まあ、特にその、なんていうんですか、障害未婚に関して、ちょっとつらつらと話してみましたというところでございます。以上です。